どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。ナッツです。ドラゴンズドグマ2。今回は魔法の炎症時間を短縮させる指輪2種類の入手方法をご紹介します。魔法の炎症時間に関わる装備なので、全てのジョブに恩恵があるわけではありません。ご了承ください。今回ご紹介する指輪は、瞬影のリングというものと、側影のリングという2つになるんですが、まずは入手方法からご紹介します。 まず衆名のリングなんですがバックバタルから左下の方に行ったところジャヌアチカボっていう場所があるんですがそこの宝箱から入手でいきますでは続いて側営のリング僕が把握している限りでは入手方法二つあります まず一つが聖女の里。ここにグリシアの店っていう装備強化とかもやってる NPC がいるんですけど、その NPC から1万ゴールドで買えます。もう一つの入手方法は、マップで見ると聖女の里の下の方に異形回廊っていう場所があるんですが、ここの宝箱から入手できます。 壊した正解でしたでは続いて性能を見ていきましょう側泳のリングは特にデメリットなしで泳消時間を少し短縮させる効果ですそして終泳のリングは最大体力が約20%ぐらい減少するっていうデメリットはあるんですが泳消時間が大幅に短縮されます 非常に強力な指輪ではあるんですが、とにかくつけた方がいいっていうものではなかったりします。そうさらおにお話ししていくんですが、ノーマルスキルにファストスペルっていうのがあるので、通常の魔法のみを使用する場合は、今回ご紹介した指輪は特に必要ないです。指輪の効果が欲しいものとしては、マスタースキルの2つですね、メテオフォールとボルテックスレイジ。こういったファストスペルが使えない大型魔法を多用する場合には欲しい指輪になります。 ではメテオフォールの炎症時間でどれくらい変化があるのか比べてみたので見ていきましょう左が通常の状態で右が春栄のリングを装備した状態です超劇的に変わるっていうわけではないんですがこの炎症中ってかなり無防備な状態なのでこのちょっとした差が意外とでかかったりするんですよね炎症中に攻撃を食らってひるんじゃうと炎症中断されちゃうので大型の魔法を多用する場合は欲しい指輪だと思います では次ですね今度は左は通常の状態右が春鋭の指輪と側影の指輪両方つけた状態です2種類つけると結構変化ありますよねただ他にも例えば魔法攻撃力が増加する指輪とかつけたいものあったりすると思うのでどっちか一つを選ぶとしたらデメリットはあるんですが春鋭の指輪が個人的にはおすすめです ちなみに、春栄の指輪をつけると最大体力がだいたい20%ぐらい減るって言ったと思うんですが、体力1514の状態で春栄のリングをつけると1211まで下がります。こんな感じで結構下がるのでそこはご注意ください。はい、ということで今回は春栄のリングと側影のリングをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 そして概要欄に Twitter、X もありますのでそちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。